はい、えー、どうも皆さんトライアングルです、えー、今回なんですけど、えー、っと皆さん、徹夜編の、えーっとまあ、前ちょっと少し前にあのスクワットに、えーニングのステージっていうかこのスクワット のの牢屋の中に入るっっていううバグをやったと思うんですよこのままねメニューボタンを押したまま、えー、と上にやるとその牢屋とかをすり抜けることができるとでそれで、えー、とな,なかなか入れないど,どういうことだというのかねこの中にはいあれ ?OK よしこういう感じでね中に入ることができるとまあでも残念ながらねこのスクワット自体に、まあ、触れることもできないとでこれ物扱いなのでこのスクワット鬼の中にも入ることできないんですけどこのスクワット鬼 のえー、とここではなく、この今真正面に見えるあの炎のところに、えっ、ー、とまあ、これ本来、これまだあの炎が消えてない状態なんですよ。この、えー、と今ストーリー的にはね。で、この炎の先は、えー、とこの炎の先に入ると、あの、目玉の鬼いるじゃないですか。大量にあの目がある。その目玉の鬼に追いかけられるっていう、その、 ストーリーリなんですがこの炎を消すにはバケツを手に入れてそのバケツに水を入れてこれにかけるっていう、えー、アクションがあるんですがそれを無視してこの炎をすり抜けてそのなんだろうなこの中に入っていったらどうなるのかというものをちょっとやってみたいと思います今回はいまあどういうこっちゃっていうことなんですがこの、えー、とバグねこの、えー、と先ほどのメニューをしながら 目に押した瞬間に下に下がるバグはこのロ屋ヤじゃなくてこの壁とかにもできるんですよなのでこの壁にめり込みはいこれでもう移動あもう一回かもう一回ごめんなさいねこの壁の中にめり込んで OK でこういう感じで自由に動けるんですがこっから横に行くとこれ今あと見えない壁であれなんですがはいちょっと待ってね頑張れ頑張れトランクさん頑張れあと1回あと1回だぞあと1回あと1回 ここ、ここ、ここをくぐり抜ければ、なんとか。OK! 来たこれで、中入ることができるんですよ。これでね、あのー、炎の状態、炎がついたまま、ここに行くことができます。はい。そして、この状態で入ると、果たして、どうなるのか。行きますよ。はい。ああー、いけ、あー、いけなくなってる。あー、そっか、いけないのか。あー、なるほどね。 この炎を消さないとあーこの先進めなくなってる本来だったらね鍵とかなくこのままここ入れるはずなんでこれ炎の中入れるちょっと待ってこれやってみようか炎の中入れるかどうかいけないからこれ炎物扱いだから多分いけないと思うなちょっと一応やれるだけやってみようちょっと待ってくださいね、はい、あ入れない今ちょっと足動いたんだけど 入れないってことはああ無理ですねここは入れないとなるほどこれは物扱いなんですねじゃあえっと次はえっとこの状態でこのえっとバグを使った状態状態っていうかっどっと神鬼が来てしもうたそれは勘弁やちょっと待ってくれ、はあーおしまいじゃもうわしはおしまいじゃお疲れ様でござる ま、この状態で、えー、っと、こちらですね。この水の先なんかあるのかなーっていうのもちょっとやってみましょうか。あー、やっぱこれ特にないか。こっから、こっから先もいけるよね、多分。ちょっと待ってね。この壁、つり抜けて、うーん、特に。 <laughs> 当たり前にこれ異次元バグやってますけど本当は皆さんやんないでくださいねやっちゃダメですからねはいうーんそっか特にここは何にもないという感じかじゃあちょっと他にもいろいろあるかなちょっと見てみよっかはいということでまああのいろいろちょっと見てみたんですがまああの先に進もうとするとまあ結局あれですねあの先には進めないと。 はいあの残念ながらあの炎を消したのが部屋に入れるスイッチになると思うのでまあ残念ながらできませんでしたということでじゃあ次はたけし編かなの続きをよかったら見ていただけたら嬉しいですではどうぞそれとも普通にここに使えるのかやってみようかアイテム大きなかけらを使用するあいけた OK 大きな輪の形になったとこれに えっと、青鬼の液体を入れるんですよねはい行きましょう破ります青液体が台座に置かれたう器の中に溜まったロックガズレ引き出しがあた鏡イエスで鏡で多分向こうの部屋あのさっきあの鏡がいっぱいあった部屋に入っていっていいのかなよしじゃあ行きましょうか鏡鏡よいえー、っとそれこれさ神鬼をこの アオニの液体の近くにあってたらさ意外とと逃げれる的なことないですかいや次は次神様に来たらやってみようこのなんだろう青鬼の液体によってフギャーみたいな <laughs> 撤退させれるみたいなことないかなえー、っと台座を回すちょっと待ってか鏡はどこにつけるんだこれかこれにつければいいのかなここに鏡をバチコリえ2階の鍵 こ,れあここ開かないよねまだ鍵かかってるじゃあ行きましょうか普通によいしょちょっとっ一応一応セーブしとこう次はあ神鬼に来た時僕逃げずにあの青鬼の液体の目の前に神鬼を配置する予定なんで多分下手したら下手したらってか結構高確率でやられる確率は高いのであこんなあいつイエースなんか怖いね<笑><笑>誰も来ないよかった えーっと、これは何だん特にんここはえっ下に降りたうんあーなんか落とすのかなるほどうね登場遅くないなんかなんか急じゃない今回竹千縁 なんか、たけし編の青鬼の登場、急な気がするんですけど。なんか、いつもだったら結構鳴ってからね、音がしてみたいな。大丈夫ね ?OK。怖いよ。これをおそらく落とすんでしょ知ってるんやで、OK。もう今来たら、今来たら僕知りません。もう今来たら本当知らないからね。怒るよ。<laughs> 結局、ぷんぷんごろまになるからね。よし、OK。ケーこれで、 また何かしらんここにはめればいいのかここかここにはめるとしてどうやってやるああなるほどえー、っとまずこうするこうしてこちらに置いていいですよトライアンスさんサクサクですよサクサクパンダんちょっと待ってこれどうするおっと積んだかちょっと待って積んでない積んでいやこれやると積むか積むな あ,あ間違えたこうのいけないだこうこういってこうしのなるほどえでもこれいけなくないちょっと待って待って待って考えろえっ、ー、とああ面倒くさいなこうかこうしてなかなか遠回りさせるとでこれでえっ、ー、と光をまず台車を回すなるほどねこれで全ての光をかざせばいけると。 まず1個目。ちょっと待って、1回1回セーブしよ。こう。ごめんなさいね。はい。まあ、全部、全部。<laughs> 全部ちょっと、えっ、ー、と、セーブ、セーブっていうか、つけて、おそらく何鍵が、あっちの鍵が開くんじゃないかなと思うんですけど。とりあえず、じゃあこれも、全部多分光をかざす。いや、光らないな、これ。んあれ光らないじゃん、まず。え、どうすんの、これ。あ光った、光った。あー、なるほどね。今、1回光ったらいいんだ。 どういう仕組みかよく分からんですがこうしてで今度これも台座回してで光らせるとそうすると中に入れるお邪魔しますほーんだ、助けてくれ人の声おい誰かいるのかこれす大丈夫拓郎かな今の感じは拓郎では多分広しではないで,ないで今の声的にミカ,ミカではありえないから どこどこここ何これえな何これこの青いのあなんかあるん暑くていいやけどドアの向こう側で熱、ね、さまあ確かに暑そうですねえー、っとじゃあなんか水的なのがいるのかなえおおおおびっくりしたーちょっと待って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 大丈夫おつけおつけ。 えーと、えっ、ー、と、大丈夫。今のはちょっと、でも、クールタイムがちょっとあったから、個人的にはありがたかった。今、今ぐらいのね、クールタイムだったらなんとかなるんですよ。どうしよう、どうしよう。ちょっと待って、どうする、どうする。あ、糸あったな。確か、ここに。ここに糸が。いける。よし、オッケー。ふぅ、怖い、怖い、怖い。怖いでござる。いや、いやで、やで。どうなる ふオッケーじゃあちょっとセーブしておきましょう。